皆さんこんにちは。 NPO 法人フマネットの昭和と言います。私たちはフマネット運動という高齢者や障害者の歩行機能の改善や認知機能の改善、そして仲間づくりや社会の中での役割づくりを支援する取り組みを行っている団体です。フマネット運動は網を踏まないように歩く優しい運動です。ですが100種類以上のステップが用意されていて、皆さんで集まって和気あいあいと間違えながら皆さんで笑って応援し合うような楽しい運動になっています。教える人はフマネットサポーターといいまして、多くは地域の元気な高齢者の方々が担っています。ステップは難しいものもありますが、間違えても気にしないをキーワードに皆さん優しく楽しく指導してくださっています。フマネット運動ではステップの上達よりもみんなで集まって交流すること、そして住民主体の健康づくりを実現すること、こういったことを大切に普及しています。札幌市内では老人福祉センターや介護予防センター、そして自治会や老人クラブ、サークルなどでフマネット運動が行われています。ぜひ皆さんお近くのフマネット運動が行われている場所に参加して、楽しく健康づくりや仲間づくりに取り組んでいただきたいと思います。そしてこの活動を一緒に広めて、地域で認知症の予防や健康づくり、そして仲間づくりを広めてくださる方々を募集しています。私たちと一緒に活動しましょう。お待ちしております。よろしくお願いします。